こんにちは、萌です。今回は私の NFT アート第4弾のコラージュ作品の全体をですね、見てもらえたらと思います。で、部分前の動画で出しているところ、この辺とかですね、詳しく出しているところもあるのでですね、それも見てもらえたらと思います。で、その辺はちょっとパパッと飛ばしていきたいと思います。で、今回使っている絵の具なんですが、こちらのターナーさんの U35 を使っています。他にもですね、ちょこちょこっと、ゴールデンとかリキテックスとかホルベインとか使っていますが、ちょっとメインはこの U35 を今回使っています。で、この白黒の部分はですね、私はいつも安いアムステルダムとか、リキテックスのベーシックスとかも使っています。はい、でこの顔の部分はですね、右の顔の部分と左の今から描いているところ、これはですね、ゆっくり、グラデーションの仕方とかは動画で出しています。そちらを見てもらえたらと思います。で、 NFT アートなんですけど、どれぐらいの方が、聞いたことは、もう最近ではね、聞いたことある人多いと思いますが、どれぐらいの人がやっているのかなっていうのがちょっと疑問に思っていて、結構海外ではですね、もうめちゃめちゃアメリカとかめちゃめちゃ進んでると思うんですけど、日本でされている方って本当少ないらしいです。で、さらにですね、買っている人、イーサリアムを持っていて投資をしてとか、絵を自分で買ってみるとか、そういう人も結構海外では多いんですけど、日本はあんまり少ないみたいです。私も全然そこまで詳しくないんですが、そこでですね、 NFT アートについて、ちょっとやり方というか、NFT だと買うとかですね、どうやってどこに出してるとか、そういうのももし知りたいっていう方がいればですね、動画にしようかなと思います。ちなみに私が出しているのはですね、 OpenSea っていう、一番有名というか、結構皆さん聞いたことあると思うんですが、そこのプラットフォームと、あとカタカナ読みだとラリブルというですね、ところに出しています。で、あとは最近ですね、ディセントラランドという仮想空間でですね、私のギャラリーをオープンしました。で、ギャラリーも建物になっていてですね、そこのビルがあるんですけど、そこも建てて、そこに私の NFT アートを飾っています。なので、ちょっとNFT アート気になるなとか、ディセントラランドちょっと聞いたことあるけど、やったことないなっていう人はですね、ちょっとぜひぜひ楽しいので、見てもらえたらと思います。で、もしやってる人いたらですね、私のギャラリーに遊びに来てもらえたらと思います。はい、で、ですね、今描いている部分、これはですね、めちゃめちゃ細かいんですが、この今回のコラージュも NFT アート、このイーサリアムとかですね、この NFT アートにもめちゃめちゃ関わってる人たちからインスパイアされて描きました。なので、その人たちの一部とかですね、特徴的なところを描いています。で、こういう細かいところを描くときですね、これを私はデジタルで NFT アートで売っているんですが、もう手書きなのでですね、これもパソコンでやればパパッとできるかもしれないんですが、この辺めちゃめちゃもう気が遠くなりそうな感じで書いてます。で、いつもこういうね、細かいの書くときは、もう最初はもう何も考えずというか、もうどんどん進めていかないと終わらないので、途中の方、ちょっと終わりが見えてくる頃までちょっと絶望的な感情で書いてることも多いです。で、なので最終的にはですね、いい感じになるので、出来上がったら一息みたいな感じでいつも書いてます。もちろん書いてる時はですね、楽しいのでいいんですけど、こういうね、見て早送りにしてるとパパーッと進んでる感じがしますが、めちゃめちゃ時間がかかっているっていうのを、分かってもらえたらなと思います。で、これはですね、この今描いているのはちょっとメタリックな感じのクッションみたいなものを描いています。で、今まだですね、こう
全体が見えてないので分かりにくいかと思いますが、これもちょっとメタリックな感じでツヤっとしたピカッとした感じを出したいのでコントラスト強めにしていくんですけど、今回のやつはカラフルなのでそこはちょっと難しかったかなと思います。これが白黒だったらですね、白と黒、まあ、グレーとか使うんですけど白黒の絵の具だけで描けるのでコントラストとかもね強くしやすかったりするんですけど、この色が入っているとその色を混ぜていくこのグラデーションの部分とか、あとは濃くしたいけれどもこのコントラスト強くしたいけど、色自体が濃くない時、例えばこの蛍光ピンクとかですね、もう真っ黒と比べると明るいと思います。なのでそういうところを、まあ、どう暗い感じで持っていくとかですね、そういうのを考えながら描いています。はい、で今はですねエイプの耳を描いているんですが、これはですねボールドエイプヨットクラブというですね NFT のめちゃめちゃ有名な、もう一番有名なんじゃないかなっていうぐらい有名なキャラクターの一部をですねちょっと描いているんですけど、こうやって私も NFT アートやっていますが、もう何が人気でとかですね、どういうのが爆発的に人気になってとか、そういうのがねもう本当様々で、それこそめちゃめちゃいいアートもですね売れなかったりとか、まあ、プロモーションの仕方にも結構よるのかなっていうのを感じてます。であとはですねなんかピクセルのキャラクターとかが結構売れてたんですけど、そういうのもですねもうかなり勉強しないとわからないなっていう気がしました。で私も結構質問をいただいてですね、こうやって NFT アート実際やってるのでどんな感じなのっていうのを、質問いただくことも多いんですけど、まだまだね私は全然もうビギナーなので、何にも特にですねこうした方がいいよみたいなことは言えないんですけど、自分的に私の活動的にはですねなんかいろんなことを試したいっていうのが自分の中であるので、まあマイナスにならない、まあ労力はありますけど自分にとってマイナスになることではないなと思ったので始めてみました。でこれをやるにあたってですね他の仕事にもつながるかなっていうのもあるし、自分でもね新しいこと勉強できるのでちょっといい機会に、始めてみたっていう感じです。なのでこのデジタルに対してこう抵抗がある方もいると思うんですけど、もし興味のある人はですねもう今のうちに始めた方がいいんじゃないかなと思います。それこそですねまあめちゃめちゃお金を使って投資してみたいな、もう貯金がなくなるぐらい投資しちゃってみたいな、そういうことをしてしまうと将来この NFT アートどうなるかまだわからないので、その仮想通貨とかですねイーサリアムとかもどうなるかわからないので、そういう危険な賭けはやめた方がいいとは思います。ただその自分がアートを出してみるとかですね、ちょっと個展に出すみたいな感覚でちょっと挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。あとはもちろん値段によってもですね買いたい人もそんなすごい高いのもあるんですけど、本当ありえないぐらいなんか何千万とか1億とかそんなのもあるんですけど、そんなのじゃなくてですねもう現実的に私のこのアートもですね 0.05 イーサリアムで、今の価格で日本円でいうとですね2万円ちょっとかなっていう感じなんですけど、そんな感じで買うことも可能です。なので安いものもいろいろ出てるので、もしちょっと参加してみたいなとかちょっと買ってみたいなって思う人は探してみるのもいいんじゃないかなと思います。でぜひぜひもしやってる人とかですね、ちょっと買ってみたいなと思う方はですねちょっとリンクを貼っておくので私のアートも見てもらえたら嬉しいです。でもちろんですね私はこの NFT アートだけじゃなくって、他の普通の作品も売っているのでですね、ぜひぜひ、オンラインで私の作品買えるのでぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。そしてですね、私のオンラインクラスもそろそろ
もうそろそろ始まります。なので、アクリル絵の具学びたいっていう方はですね、ぜひぜひ、チェックしてもらえたら嬉しいです。クラス101で私の名前で検索してもらえると出ると思います。はい、そしてこんな感じで出来上がりました。左のですね、このメタリックな感じもちゃんと出たかなと思います。でこれはですね、オープンシーの私のページなんですけど、萌えアート NFT、 萌えの後に T ですね、このページで、購入していただけます。で他にもですね、第1弾2弾3弾も出しているので、そちらもチェックしてもらえたらと思います。そして第5弾目、こちらもですね、12月30日に、こちらにドロップ予定なので、ぜひそれもチェックしてみてください。ということでですね、また NFT に関しての、質問とかでもいいですが、絵に関しての質問何かありましたら、ぜひぜひコメント欄 DM でもですね、いただけたら嬉しいです。はい、ということで今回はこちらの NFT 第4弾の動画でした。この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。